どうもこんばんは。アルカナさん、青年さん、モンキーヤフさん、こん足もどうも、ホーリーゴナさん、こんばんは。ロマグレさん、ロマグレさんって呼びますね。クミスケさんも、こんばんはです。こんのほども。トムギさんも、こんばんは。3日連続マジ。今日はそんな、がっつりはやらないんですけどね。うん。今日は、明日は試験2日目めっちゃきつい3科目が残ってます。よし、気張っていけ。今日はしっかり休みましょうね。キングオブバブちゃんさん、こんな足もどうも。こんばんは、ありがとうございます。コンペコ、コンペコ、コンペコ。なんかプロコンが切れてるやん。あ、そっか、こないだ。例えば、スチームでプロコン使ったからか。早っ。はい、ファンファントリーさんも、本足もどうも。始まる前に一回、報告挟んで、今日はマイスマです。なんと。メガチさんもこんばんは。いや、ツイッチのスワーでほとんどストロークやってる。まあ、俺もさっきまでやってましたけどね。そうは言っても。うん、なんなら前スマ終わったら、うん、スト6やろっかなって思ってる。あの後メイトしてない。
慣れて寝ちゃった。慣れてっていうか普通に眠くて寝ちゃいました。マハトさんこんばんは。どうも。結局あれは何、有識者の意見によると、まあちょっとラグかった説がやはり濃厚かもしれない。普通にメイト負けるときはマジであんぐらい負けるんで、全然よくある話ではあるんですけど、本当にね、負けるときはがっつり負けちゃいます私。ピンクルやん。死んでる。ハンニバルさんコンです、コンです。キャベツさんストロック沼にはまりそう。いいですね。はまって買いましょうよ。こっち向いてんの。ピンクルとの仕込み合戦懐かしいな。いやスト6はね、普通にプレイしてるんですけど、やっぱあんまり対戦要素のあるゲームで、あんまり上手くないプレイを配信するっていうのが、その、いい悪いじゃなくて、俺がそんなに好きじゃなくて、他の人がやるのは別にいいんですけどね。俺がやるのはちょっと違うかな。してる。アイトラさん、こん足戻り、こんばんは。今日はやけにテンション高い。そうかな。まあ始まったばっかはいつもこんなもんですよ。徐々に下がっていくだけで。橋本さんがライバルだなと思っている選手。まあ、矢浦さんかな。最近テーパーで灼熱食うから灼熱しなくなったの何かあるんか。どうだろう。やってるときは多分やってるんですけど、なんか、まあ、結構ミスが気になるのと、なんか普通に、灼熱食うみたいな当て方だと、このまま、なんだろう。いいジャンプがない展開継続した方が高くなることが多いと思ったので、あんまやってないけど。はい、マジか。友達とギャハギャハ言いながらやる配信。俺のディスコでゲームしてるだけの配信とかあり。いや、でもそれ、みんなが許しても、俺の、なんだろう。
俺のプライドが許さないよ。名前読みづらそうだったの、名前変えようとしたら変えたい名前になるか変えない。スイッチの名前はね、使われてると変えれないんですよ。あ、前に手が。ダイノル？ダイノルってやつね。あ！なんかこんなんばっかだな。その間合いじゃ拳半分届かない。ありがとうございました。例えばディスコ開いてるってマジやったのか。開いてる？オープンサーバーってこと？あ、いや違う、メンバーサーバー？いや、メンバーサーバーではなく、俺の友達がいるディスコで基本的には、スト6だったりをしてますね。ドンカツした。今夜はドンカツだ。懐かしい。PUBG とかいうゲーム。あ、PUBG で思い出した。Steam サマーセールで、ちょっとゲーム買っとかなきゃ。買っとかなきゃってことはないけど。ちょっと気になるゲームが2、3あるんでね。友達配信見たい？まあ、それも結局、俺の変なプライドが許さないというね、あるんですね。他の人の配信に出るぐらいなら全然いいんですけど。ディスガイア面白いのか？デッドバイデイライト安くなってたから、買いたいっすね。あと、普通に赤狼とか、安すぎだし、もう今買うゲームでもないし。久々にやるとおもろいゲーム、この世にも過ぎる。いや、それな。クソわかりますわ。赤狼見て、まあ、その、赤狼とかは、対戦要素じゃないんだよ。そういうのはね、全然。いいんですよ。足もジャッジには。足もジャッジ的には OK。ただ、グラブル VS とか、スト6とかを、なんか、ろくに取れもやらずに、初見でやるのは、なんか、ストリーマーがやることだよなっていう。いや、別に、それでもいいんですけど。まあ、別にやれとも言われてないんで、やりません。スト6はまあ、そろそろ配信してもいいかなと思ってる。セキロやるとジャスが上手くなる。いやでも俺、エルデンリングやってもジャスが上手くなんなかった。アモアスやってほしい。アモアスか。まあ、やったことなくはないですけどね。ホラゲやってください。ホラゲだったら、あれじゃないか。T さんとかにおすすめされた、セキロっぽい名前の、タゲロウだっけ？あ、写真撮っちゃった。カゲロウやってくれたらサブスクします。え？
それはもはやもう仕事じゃん。カゲロウやっぱ、いや俺やったことないからわかんないんですけど、やっぱ見るの面白いらしいですね。人がカゲロウやってるの。スカーズの人たちであんまやつやろう。ああ、いいね。俺あんま、最近ようやくあの、クレパピさんとお話できる程度になったけど、やっぱ他の部門とのね、どうやって接点を作るのかっていうのを知りたい。みんな FPS だから。青鬼はやり尽くされた。青鬼か。俺は、ヒカキンの青鬼を見て以来、でもやりたいね。そういうゲーム。一回きりでもいいんで。おっと、アイクラさん水平コスチューム、ありがとうございます。結局毎回、記載されてんな、これ。いいけども。これは俺が部屋建てだけど、まあなんか出てもらってるし対応かな。ヒカキン様だろ。すいません。今までやったことはなー、え、ホラゲーか。ないっすね。ホラゲー言われてみれば別に避けてたわけではないけど、ホラゲーはないな。まあやっぱ任天堂のゲームやることが多かったから必然的にって感じか。怖いの苦手だから飼育系のにしよう。飼育系？動物系ってこと？ホラゲーってあまりやろうと思わないよ。いや、なんか、なんだろうな。まあ、確かに、積極的にやろうとは思わない気がする。見るのが一番楽しい。まあ、それはあるかも。アルトマルさんコーンです。絶叫する、俺のリアクション、配信見る限り多分そんなことにはならないと思うんですけど。大昔ではないけど、だいぶ昔の、サイレンっていうホラーゲームがあって、それとかは俺結構、設定といい、ゲーム性といい好きだったんですけど、あれはもう完全に、ニュージェネレーションで開発終了した感が。普通に、最近ってやっぱジャパニーズ、ホラーというか、ジャパニーズアクションとか流行ってるから、ああいうの流行ると思うんだけどな。昔デビルメイクライですら怖くてまともに画面見れなかった。デビルメイクライって、無双ゲーみたいな感じじゃないですか。あれ、ホラーゲー？ふとしさんコーンです。コーンシーも。バイオとかとほぼ同じ。まあまあ、似たようなもんか。バイオも、ホラーゲーだけど、めちゃくちゃホラーに寄ってるかと言われると、そういう感じでもないもんな。FNAF。とは。ファイブナイツアットフレディーズ。おー、なんか、ポップだな。あ、なんか見たことあるかも。
ギフトで POG を送ったら飛んでくれますか？アルファベット4文字が多いな、今日は。保護スタック。これ？171円じゃん。自分で買うわ。お、いや、ロマンティックさんになってますね、これ。名前。フナフやばい。特殊なホラーゲー。さっきサイト見に行ったらシシケッソンって書いてあったんですけど。171円高い。まあ確かに俺の財布の中今171円も入ってないしね。確かに高いかも。ああ、むずい。誰か。いやー、むずいな。ロマンティックさん変わってますね、名前。ホラーゲー配信マジ。まあ、なくはない。ホラーゲー配信。うん、小足がすかされている。基本ホラーゲーは見れるけど、PT だけは見れなかった。PT ってさっき言ったやつ？フナフ、いや違うな、別のやつ。ホラゲー多すぎ。なんか俺もね、たまに VTuber の配信とか見るから、その辺のホラゲーは存在は知ってるんですね。あー死んじゃう。あ、無理。あらPT はマジで金字塔だと思う。え、そんな有名なのか。ハトゲー配信。ハトゲーなんか任天堂ダイレクトでやってましたよね。ハトの音ゲーみたいな。ハトのなんかフォールガイズみたいな感じか、あれは。ちょっとやりたくなった。PT。クロックタワー。おいおいおい。キンクル多いな、なんか。PT ゲーム。あ。小島秀夫監督。あ、サイレントヒル系の。ハトゲーなんか新しく出るらしいですよ。え、判定強。ダメー。いや、空母、微妙なところだな、今。どっちでもいいってこと強い。
代を張った。ジャンプある。いやー、ひよった。今更なんですけど、なんでアバター片道さんですか。シュールですなんですけど、いや、なんか顔を打つのあんま好きじゃなくて、好きじゃないって仮面倒くさかったんで、でまあフェイスリーグの無料のアバターでもよかったんですけど、なんかハトのアバター800円くらいで売ってたから、じゃあこれで、なんかやっぱ無料アバターだと被るじゃないですか。ちょっと800円ぐらいだったら安いし、誰とも被んないからちょうどいいかなと思って。ああ。早すぎたか。押し入れから虫キングのゲーム取り出して遊んでます。虫キング、あ、受け身は取れない。あー、むずいよ。上妻でいいか、今の。なんなら横妻でいいか。ポン。お、入れ替えポン。セビって何でキャンセルしてるんですか？あれは、ステップでキャンセルするんですけど、どっちか前か後ろかに2回倒すと、キャンセルできます。セービング当てるか、貯めてる途中に、前前か後ろ後ろってスティック倒すと、キャンセルできます。よいしょ。セービング使っててもかなり壊れ技だと思う。確かに。
あれはね、最近評価が爆上がりしてます、俺も。なんか普通に要素としてやばい。当ててなんか膝崩れしてんの。みんなどうキャンセルしてるのか気になってた。 あれはね、高速でスティックをかかってみんな頑張ってます。ゾゾさん、連日配信ありがとうございます。嬉しいと言っていただけるなら何より。 NH さん、この足もどうも。久本さん、どうもこんです。ゴリゴリ、何のゴリだそれ。最近空泳からの勝利が灼熱とか強波動に化けたりするのってコントローラーの故障ですか？いや、普通に前から、化けるときは化ける。まあ、オンラインは特に確認がむずいんで、化けますね。勝利の確認とか薄くなると、やっぱ灼熱とかに化ける確率がちょっと上がりますね。大体溜めてキャンセル系ってジャンプとかガードなのになって。まあ、そこはね、原作再現ってだけで。はずきさん、こんばんは、どうも。あ、リュウ参考にしてたら VIP 行けました。おめでとうございます。いいですね。リスナーさんが VIP 行くのは、素晴らしい。たたらさん、こんばんは、こんです、こんです。こもこま、こもこま、こもこま。心眼だったらカウンターみたいな感じになってたかな。確かに心眼、まあでも心眼にやっぱちょっとブロッキングとかぶるから、まあ別の技になってたんじゃないか。まあそれこそ入り身とかに、入り身とかならシステム的にもカウンターっぽくできるんじゃない。てか結局入り身ってマジあれ何だったんだろう。スト6で完全になかったことにされとるけどな、入り身あれマジで何だったんだ。新勝利コマンドで出したかった。いやちょっとね、参戦早すぎた。理由はどう考えても、しゃあないことなのか。いや、あのコマンド暴発はもうしゃあない。完璧にするのは不可能です。プレイヤーは完璧に近づけるのを日々頑張るしかないんだ。入り身、切り身、刺身、ゴミと言われてたからな。あれね、別に強くもないし、次回作に繋がるわけではないという、謎 V スキル。サプレッサーとかはまあ、一応引き継がれたけど特殊技として。入り身は結局何もなかった。暴発で勝利出てなんか撃墜することはある。まあね、何かしらね、起こるんで。なんで3つもあったんやろな。あの、当て身技がね。やっぱ竜も年を取って自分から攻めるのは面倒くさくなってしまった。当て身が楽だった。ああ、スト6では当て身おじさんから自家発電おじさんに なりましたけども、あれは自家発電おじさん、めっちゃおもろいっすね。天才だろ、これ考えたやつ。足尾さんの他のスカーズの人とのコラボ見たい、ユリースとか。
ユリースは俺がお願いしても忙しいから無理じゃないですか。うん。まあ俺もね、ちょっと別に隔絶しようとは思ってるわけではないんで、どこかしらで接点があればいいなとは思ってるんですけど、いやーちょっとね、俺もパセさんも人見知りなもんで、なかなか打ち解けれないんですよね。他の部門と。なんか、スポンサーパーティーとかで一緒に仕事することはあるっちゃあるんですけど、なんか普通に終わっちゃうな。ツイッターフォローし合って終わりみたいな。そんな感じっす。スターズの人が誰かスマブラ始めるって言うんならね、全然一緒にやりたいですけども。コモ足もウサスさんどうも。スターズに入ったら足もにフォローしてもらえるのか。まあ基本的にはあの同じチームの人はフォローしてますよ俺は。誰か始めたらついね、スマブラね。今から始める人いるかな、スマブラ。何かしら動きがあるとね。でもなんか、スタッフの人とかはね、話してると、こう、やっぱ e スポーツ系の人だから、かがり火の、あれとか見て、ちょっとスマブラやりたくなるんですよ、言ってくれたりね、しますよ。この間パブリックビューイングでなんかグッズ販売のとこにいたスタッフさんとちょっとお話ししてて、なんか僕も昔スマブラやってたんですよって言われて、あーまあ昔っつったら64とかで、まあ、ドンキーコングとか、まあ、サムスとか使ってたのかなと思って、そしたらパスさんが何のキャラ使ってたんですかっつって、そしたらその人が、あ僕フィットレ使ってましたっつってあフィットレか結構最近の話ですねっつって、案外ね、みんなやってるんですよね、スマブラ。あの、スマブラ部門のマネージャーの方も、なんか X の時団員戦やってましたみたいなことを言ってて、俺より子さんじゃん、つって。スタッフの人と話したりする、あ、しますよ、結構。あれ準備 OK？ うん、まあ、いいか。団員戦ね。でも X でオンラインとか全然やってなかったから。あ、遠い。最近若い世代が強すぎてびっくりする。あーまあでも結構競技化が進んでくるとどこもそういう感じになってくるんじゃないかな。トシックスとかも結構若い人強いらしいですし、あれあ、俺は、まあ真ん中ぐらいじゃないですか。やっぱゲームってさ、大学生ぐらいが、一番、メイン層じゃん。そう考えると、大学卒業したぐらいの俺は、まあ真ん中ぐらいじゃないですか。出せ。
あえて打つ。80% くらいの状況で円横じゃ空母ってあったキャン。いや、普通に。普通の空母。大ジャンプ空母。え？見て。先生。あ、あたす。ほら、行ったか？必殺のタイミングを測れ。そういう中で、かつ梅原さんがすごい。まあ、梅原さんぐらいになるともう、とんでもないけど。まあ、スマブラも十分なんか30とかで頑張ってる人すごいと思いますけどね。おしずさん、ティア1サブスクありがとうございます。こんがしいも、こんがしいも。どうも。最近は中学生とか高校生が入賞してきてるんですよ。いやでも他のゲームもそんなもんらしいっすよ。うん。まあさすがに中学生は若すぎな気もするけど。やっぱこう、界隈が進んできて、親御さんとかも理解あるところとかも増えてね。まあ、中学生でも打ち込める人が増えたってことじゃないでしょうか。終点なんか捨て消したいな。あっ。と言ってくるもん、はい。ドラミー君はちょっと若すぎる。まあでもドラミー君も、やっぱ、お父さんがやっぱこう。スマホとの喫煙所でタバコ吸ってたら、ドラミギ君のお父さんが挨拶してきて、ドラミギの父です。魂目的。あ、歯じゃないわ。あ、まずい。ジャンプが鳴らしよう。なんとかなれ、なんとかなれステージング。なんとかならなかった。お父さんも出てたはず、確か。スマホと、ん？出てたっけ？忘れちゃった。ルイレさんこんばんは。スプラとかフォトナはビビるくらい若い。まあ、まじで才能ゲーって感じだもんな。まあ、スマブラもそうではあるけど。特に。まあ、戦場でいいか。スマブラに40代プレイヤー。40代プレイヤーは、みそじ病の歌でしか見たことないかも。いるのかな？まあ、いないこともないか。みそじ病の歌？ドラミギ君のお父さんは、誰か。40代に近いのが二木屋さん、梅木さん。メインさんかどうなんだろう。だいぶいってるんじゃないかな。数学の先生が X からの子さん。
反対向いてる。無理か。いや、確認ができねえ、まあ。X からの子さんもまあ、結構いるかもしれないけど、それで今、現役バリバリでやってるって人があんまいないっすよね。いけ。危なぁ。まさしさんが30後半。まあそんなもんじゃないですか。わかんないけど。え、てか待って、ノーラックいる。てか来た。ノーラック来た。おもろ。ノーラックは、喫煙所仲間です。スマバトとか。かかり火にも大体いるけど。しょっちゅう当たってません。え、しょっちゅう当たってますよ。それもしかして米さん？例えば米さんなんか教員免許持ってるんでしたっけ？タバコ体に悪い。それはいい。でも俺はまだタバコをいつでもやめられる状態なんで。学生がタバコやめさせないって言ってました。俺も見たそれ。俺は別にタバコに依存してるわけじゃないから。タバコは好きですけど、タバコがなくなったらなくなったで、あ、なくなったんだ。へーって、そのまま生き続けるんで。吸い始めたきっかけは、まあ結構あれだな、徳島のスマ勢で吸ってる人がいたので、うん、そこに合わせる感じというか。あと龍が如く、刀剣。いや、ああいうの来るの分かってたら上火したいところですね。あら。あべ。今上曲が死んでたぞ。あべ。よし。やる必要ないけど。
何その技。いや、行き過ぎたー。マイクの音声こもってるのは、まあ、ちょっと、あれだな、俺の声がちっちゃいんで、原因をかけてるからかも。それを解決しようと思ったら俺が声を張るしかないんですけど、まあ勘弁してください。あららら。今日のところは勘弁しといてやるぜ。急に強気だな。ありがとうございます。あのコンボ確定。空へ空へ勝利は一部のパーセントで確定です。竜巻の足無敵で爆弾を作った。いや、あれは、爆弾あるから、竜巻放しても許されるかなと思って放しただけです。でも、ああいうのは、割と便利ですよ。なんか、どうせ、食らうから、無敵技を放すという。手榴弾とか、できる、そういうの。で、剣ができないんだけど。ういしょい。ああ、マジか。ウエスマッシュ。シャドウフレアとかついた時、そうそうそう、おすすめです。いやー、うん、台乗ると思った。昇竜拳？なんか正解あったでしょうか。うわ。
よーし。いや、なんか感覚が戻ってきた気がする。気のせいか。ロックマンは重いっすね。見た目より重い。GG でした。ラッキーって言った今。見てなかった。え、ゼロール2合なんだが次。やばい。誰がいるんだ今日っていうか。ああ。ノルクさんの持ちギャグみたいな、マジで。モンキーさん、こんがしどうも。こんがしも。見た目めっちゃちびすけなのに。いや、そう。なんか、機械だから重い的な謎理論で重いあいつは謎理論を展開してくる。GG、小戦場関係なかったじゃん。また次お願いします。ありがとうございました。またやりましょう。ディープインパクトが一番強いな、やっぱり。急にどうした？アタキャン空母やっとの思いで習得したのに、案外使い道なくて困ってます。アタキャン空母はね、使わないっす。アタキャン空母は。まあ、先行入力の感覚を鍛えるために練習したと思っとくぐらいがもうちょうどいいんじゃないでしょうか。アタキャンはマジでロゼチコ以外いらねえんじゃねえかと、俺は思ってるんですけどね。エレファントジョンさん、今後足もありがとうございます。コンです。コンノア、コンノア。ロゼチコ使わないからアタキャンという概念を知らぬ。なんか最初の方は、龍剣で空砲と思ったら、アタキャンが、必要なんじゃないかという説もありましたけど、今になると、いやマジでいらねえっていう。強いて言うなら剣のナタ空砲に使うくらい。ナタ空砲もスティックでいいですけどね。ナタして、硬直中に前捨て入れ込んで、で、
前捨てと斜め後ろ下を入れ込んどいて、ステップ出てからジャンプと C 捨て前に倒すだけで、普通にできるからな。剣ならまだなんとか使い道あるかもだけど、勝利が増えてなる。剣の使い道もなんなら怪しい。ルキナ入らないんですか、アトキャン。入らない。あ、ルキナはいらないんですか。いや、ルキナもいらないかな、アトキャン。まあ、ルキナ使いじゃないんで何とも言えないですけど、うん、多分いらないんじゃないかな。フォックスの序盤コンボの空下空後空後ウエスマンアタキャン重宝する。まあ、その辺のアタキャンは、結局入力が楽になるだけだから、普通にエルステの操作に自信あるならいらないし、なんなら化けた時のリスク、アタキャンの方がでかいからな。俺はアタキャンアンチなんで、と、押せないね。まあ、入力が楽になるのは割といいですけども。まあ、モダンだよな。言ってしまえば。モダン空母ですよ。スリングショットをしてからアタキャンいらなくなって安心した。アタキャン、うん、そう。しかも、回入力にしてはむずいしね。まあ、そのうち新しい使い道が出てくるかもしれん。似合いさん勝ちそう。どうしよう、俺似合いさんにボコボコにされたら、なんか面目が立たないな。ちょっと俺のことを、まあ、慕ってくれてるかどうかは置いといて、結構、話しかけてきてくれる、若者に負けるとなんか、惨めになる。勝ったっぽい、似合いさん。空母の感性の付き方、本当に精度高い。うんうんうん。まあまあ、言うて3種類ぐらいですけどね。大まかに。前感性、後ろ感性、垂直。まあ、竜は特に感性、操作しづらいから、それさえ使えればって感じ。これ前スマですね。似合いさんフレンドだっけ、まあ、とりあえず開けとくか。てか俺が申請すればいいのか。フレンドじゃなかった、スマメイトと勘違いしてました。今日は前様の気分。そろそろサブスクとやらをしようか迷っている。初サブスクですか？初サブスクは慎重に考えた方がいいですよ。30日。30日間、何？途中で飽きても、いやでも俺この人にもサブスクあと20何日も残ってるしなってなるから。
マオさんコンです、どうも。スマオリオのスタンプ久しぶりに見た。あ、配信台じゃん。ステージどうしよう。対ステに関しては適当に選んだ、ちょっと死ぬので真面目に選ぶわ。プップってどうなんだろう、考えたこともなかったけど、まあ戦場でいいか、考えとくか。プププスティーブ、剣と違って竜のクエ勝利ってやったら難くないですか。まあ普通に猶予短いですね、二段技なんで。一段目と二段目の間に打たなきゃいけん。剣はまあ一段なんで、終わってからちょっと猶予があります。初ですね、ずっと見てるのは足湯くらいしか。まああれだな、俺の配信頻度を見ながら決めていただきたいですね。にあいくんこんばんは。配信中のにあいさんどうも。ワニアイチャンネル。でも、クエ連続でやるときはヒットストップのおかげで追いやすい。まあ、それはあるかも。なんか、最近オフ大会でたまたまスティーブによくかかってるから、捨て対策できてるって思われがちだけど、普通に負けんだよな。予防線を張っておきます。しようかな。
ね。いや、あれ、昇竜拳受けるんですけどね。ミスった。竜巻。うわ、鉄がない。その間合いじゃ拳半分届かない。てか前スマってよく考えると結構久しぶりかな。俺が出てないだけか。俺出るのなんか3ヶ月ぶりぐらいな気がする。対ステージ進撃負けるんだよな。なんならさっきの試合もなかなか危なかったんだよな。今日メイトで負けまくった人とは思えん。確かに。マイスマ自体休憩してましたよね。やっぱ。俺が大会サボってたわけではないよね。あ、どっか行っちゃった。出しないで。よし。横は大丈夫。おー、死んだか。あー、これはね、不平士。あ、やった。あー。
いやスマブラダメか。まあ、ていうかなんならあれだな、あそこ横に乗らずにもう、上から帰って、上に飛ばしてもらった方がいいかもしれん。ああ、それありだな、ジャンプあるなら。あ、翔さん7割ぐらい原因ある。いや、3ヶ月は言い過ぎた。俺もそんなに、いや、出てるはず、前様は。はい、3回やります。これ、ダメだ。え、まだか。竜巻。危な。喋れなくなってた。その間合いじゃ拳半分届かない。はい、ありでした。いや、金床は、まあ当たれば死ぬしね。まああと一応あれは高いところから出せば読み合いになってるから。読み合いというかなんだろうな。相手に降りさせる読み合いを発生させることで、まあ事故率を減らすことにもなりますし。
あ、下さんスト8で竜使います？スト8で竜がどうなってるかわかんないけど、まあ、多分使わないかな。ていうかね、あれ、途中で、ストレートの竜腰上がってそう。逆に、前日誕の方がいいまである。カナダポは途中で、空泳、肘、アッパー、竜巻のとこあったと思うけど、あそこ、確かアッパーの時点で、金床がなくなるから、アッパーで金床消えて空上キャンス、空上に折り空上できるみたいな。ツイッターで見たことあるんだよな。それで来たらよかったのに。まあ、いきなりは無理だね。オロみたいになってる。ツイッターで見た気がする。やっぱありましたね。俺がリツイートした。じゃあ俺がやったわ。海外の竜使いがやってたんですよ。いや、てか、狭いステージするか。戦場ちょっと広いか。棚のとこに手出すのは、まあ正直怖い。ジジイになってヨガやって手足伸びる。お前もか、竜。お前もそっちに行くのか。ストリートファイター世界の戦意というのはそっちに行ってしまうのか。すんだよねこれ。むずいわ。アラッキー。こいつは漁港。おじべっけんしちまったぜ。ゴーケンって死んだの？ゴーケン生きてますよ。死んだと思われていたが、実は生きていた。ゴーケン。あれ、パルトだったら DA で全解決なのに、プレイとか。ガンマン君仕事すぎやで。どうしようこれ。
ああ、打ち返された。何タイトル。行きたい。あっ、ほら、あん、行けー。チームが勝ち上がるせいで勉強できない。うん、困ったな、それは。じゃあ今日は早く寝て、明日の朝勉強しないか。剛健の勝利好きだったから生きててくれてありがたい。無理やりすぎるけど、実は生きてました。あー、振り抜いて。あれ、どうしようかな。もっといいのあると思うんだけど。楽しみたかった。まあいいでしょう。まあいいでしょう。スパでしょう。うおー、俺は生きるぜ。え、強っ。いや、ちっちゃい。え、ちっちゃ。俺の竜巻が通じねえ。タイヤは始まったばかり。やっぱ時代はね、中足竜巻ではなく中足からキャン竜巻。ありがとうございました。J 配信ワルタ。
なんか久々に大会準決勝まで来たかも。ノリで優勝？誰が来るかな？なんかしばらく時間空きそう。準決勝だし。岡山駅で餌まいてたら来ますか。岡山駅最近鳩いないんですよね。いないことはないけど、なんかそんな無限にいることはないな。なんか大阪とかの方が多いかも、鳩。出た。恐怖オールバック。うまっ。ちょっと待って。せっかくだから見るか。画面共有、こっちか。という判断ですね。これはストックは取られましたが、サニキターン、まだアルセーヌいる、アルセーヌいるが、ギリギリ戻ってくれ。 C4 は危ないぞ。ジャストガード、割り込み横強、手榴弾範囲広い。手榴弾ね、自分の持ち物でなかったら範囲がかなり広い。攻撃上がりに上強。その攻撃起き上がり、攻撃上がりに対する上強のね、差し返しめちゃめちゃ上手いですね、強選手ね。さあこれを爆発させて出しただけ。さあしかし先ほどここからね、ストックは追いついていますからね。漏れる、ダッシュは高い、当てはん、クエヌ、シーやシュルーダ2つも落としてガンで、これは回避についてくる。うわ危ねえ。結構怖いですねこれね。動き当たらず、目の前か、行ったらてか J さんってまだスマブラしてたんだな。さでそのことに驚きだわ。チャンスではありますが、詰め切れる感じ。ジョーカー強制しは当然ながらここ拒否。時間をかけたい。さあ逃げます。当然ながら逃げる。空中しろ。無に飛び込んでくると、ジャック、いやー3段目打ち切って、さあアルセーヌちょっと仕事ができず、横相撲し、これ目の前上強。強選手、いや目の前危ねえ、漏れない。上強こってくる。空中しろ、ジャンプ潰した。さあこれは崖つかまりの読み合いだ。横すまれーせー11寝かせて攻撃起き上がり、ここも強気。さあ先ほどここからあるのかという状況まで持ってきましたが、上強がある。スカシも怖い。スカシ、スカシを気にしすぎると掴みが来る。目の前我慢しています。時間をかける丁寧。ここは回避上がり通す。上のダッシュアタック、
差があるのか。アルテーヌ、うん、横強、うん、このパーセントはまずくねえか。おお、アルセーヌありがとう。これはいい。アルセーヌさあチャンス。アルセーヌがチャンスある。回避しない。セーヌっつって、あっチファルぞ、チファルよ。すーごー、ワンチャンス。今日の J 選手が勝負勢か。ガンスルーちょっとやばすぎ。ダッシュアドが取る。ワンチャンス。ウィスタと大丈夫。着地。おお、そう。これは。勝負強さを見せる。終わった終わった。2戦目 J 選手ジョーカー11。わし初めてのチャットだったのか。時代はどういさ。初めてのチャットそれで終わったのか。いく。強選手のディフェンスを崩す。冷静な最後まで動かないか。あれですね。まあ、水またダックハントじゃん。これ。着地場所選び。二連ダックハントなんですけど。さあ強選手。ステージ変わらずどこ選んでるか。まあこの次もね、J 選手の得意な場所を選ぶのか。強選手。あ、でもあれか、準決勝。空打読み、いや反応したあれか、配信台か。空打するのは基本的にしてくるので、あ、そうですね、空打読んでたと思うんですけど、そのどこに来るかは見て反応してたと思いますね。ああ行きましょう。3戦目3戦目ステージポケモンスタジオ2。あぶら強選手のこの空前ね、惜しいんですよね。先ほどからどっかで来るんじゃないかと。さあこの空前の飛び込み、しかしラインがなくなったところ。まあ水木さん来て決勝誰がいいかと言われると、先ほどもかなりいい仕事してくれます。さあガードが少ないので、アラッセン、いや強さんが一番いいかな。自爆してしまう。アイクラスネークだったら普通にスネーク勝ちそうだけど、ファルコとかどうなんだろう。さばき切りたい強スネーク。まあこれはゲージがなくなるまでサイファーで逃げました。このまま前田くんの解説付け試合、ちょっとラグがえぐいからな。今から前田くんにディスコで電話かけて、ちょっと今ライブで、ライブで解説してくれたらいいかも。横浜出ない。逃げた。うわ、受け取ってる。じゃくじゃくじゃ。あ、これまずいんじゃね。ウエスマッシュじゃない？当たる。さあこれは爆発物。エンターテイナーだね。空中城まで生きてる。重たいスネーク。さあ時間かけた。さあこれはもうアルセーヌね。いてもいなくても。さあ強選手はここ丁寧に。しかしも狙っていきたい。掴みそう。うん？しかし、うん、主流なんて助かりました今。逆に主流の当たったことで捕まえてなかったか。横からすっぽりけ。パーセンテージが高すぎて2段目ディレイかけると当たらない。横うまい。先断撃つい。さあ今日選手ここ勝負強さ見せれるか。いやー今のはちょっともったいないか。さあここまあ捕まってもアウト。ジェイ選手、うーん、これはですね、あのパーセンテージはねガードしますよね。さあここは今日選手のまた硬さが生きる展開になるのか。ただ J 選手がかなり強選手のディフェンスタイミングを読み切っている、そんな印象まで詰めてくる。ここまでゴリゴリ攻めるジョーカーは J 選手がいない。これはどうだ。そのセットアップバンカズみたい。トリグリさんの崖おけつ卵めちゃくちゃ引っかかってたんですよね、前スマトップとかの時。なんか崖外に落ちていくと見せかけてキャッチしてアイテム落としでその場がりに当てるみたいな。やはりこの J 選手の勢い、なかなかそばきあ、これはまずくないか。これは取り掴み、これはうまい。あさあこれチャンス、強選手チャンス、うん、おお反逆ガードしてる。まずいですよ、 8% 1味も2味も違います。
らして読み合い。出て出て。これはね、先生中全て攻撃起き上がりなので。まあ、今日選手読んでますね。ただ、これ反撃が取ったぞ。下投げ、クーマへ。サルセーヌをいい状態で出せそうな展開です。これ出るぞ、もう。さあ、カス当てでも十分。横強。そろそろ出る。時間経過で出そうです。出た！攻撃タイミング出た！これはベストのタイミング？持続当たる。ようこそ当たらないが。さあ、今日選手ここ、しのぎたいですね。しっかりしのぎたい。時間をかけていい。ただ、怖いぞ。ウィスも危ない。DA、メック、うやーひっノックバック109%。まあこれアルセーヌまだゲージ4分じゃあ3分の1ぐらいある。あれなんか目離したら、まあ、大丈夫、共産絶対絶命なんだが。さあこれはただもう一回ワンチャン外出せばないか。これとりあえず強選手はもうアルセーヌを徹底拒否しましたね。強気まあ復帰都市のこの2うわー危ない。いやでもこれはもう、いや上強あるで。ではあります。上京の。あ、え？どういう横スマ？最後は横スマ襲撃。みんなお疲れさんだ。勝ったのはチェーン選手のジョーカー。準決勝進出。ジョーカーアイクラ、俺なんか J3 の勝率あんま良くない気がするな。あんまり覚えてないけど。どっちからやるんでしょうか。ああ、俺らからっぽい。まあ、とりあえず、水木さんに勝たなきゃね。初見です。左下の鳥は何ですか？僕です。どうも、こんにちは。ゆっくりしていってね。ああ。いたー。どちゃくそ痛い。
ー、目線が悪い。もう一回。ゲームセット。眠すぎてこれで試合見られない。それはもう寝てください。とりあえず一緒頑張です。どうも。頑張ります。バギオさん、こん、アシーもどうも、こんばんは。あー、竜巻が。セービングすればよかった今。ダッシュカードでもいいな、なんなら。いやー、なんだその横火は。あ、ダッシュ切った。パンか。
すごいスマッシュの当て感が。クリセービングレベル2って感じ。リオ必殺のタイミングを測れ。優勝したら日高屋。了解。あと1回や。ダックハント相手に攻撃当てんの、いやー、あんまり上手ではない。てかむずいっすよね、やっぱ対ダックハントは。俺もあんまり得意意識はないかも。J 配信来ないんだけど。どうした？究極集中。なんかこれでさ、J3 上がってきて、俺負けて、J3、あの、っつったらあれだけど、なんか、強い竜使い倒したらしいぞって言われるのやだな。ハーセンさん頑張れ。オイラの目標は、足元飯に行くことと、ツイッターフォローされるぐらい強くなることなんだ。オフ大会に行こうね。ああ、J さんも配信なんか2ヶ月ぶりとか？結構久しぶりなんだな。ボルディさんコンです。関東たくさん来てよ。関東引っ越せたらいいんだけどな。具体的なプランがない。ボルディさんのみは、タケラメンバーオフだったら俺行きたいんだけど。問題は、俺が今武田さんをサブスクしていないことぐらいか。あ、これ確定するんだ。いや、確定したい。もしかして下火振った？怪しいよね、今の。あ、死んだ。
この間のセーブ域の日オフで飲み会やったけど、もしかしてもあの時は俺、あ、まあセーブ域いいなとすぐ帰っちゃったから、事前に分かってればね、あのもうちょっと遅めに帰ってたんで、うん、てかまあ普通に俺メンバーサーバー入ってるから分かってたんですけど、あれ？おう。なるほど。地道だね。デイさんあんまりガン使わない感じなんですね。まあ、というか、結構椿さんとかが積極的にガン使うから、そっちに引っ張られてるかも。強いけどな、ガン。サブスクしないと勝手に弾かれるはずだから、武田さんのことサブスクしてるんじゃない？じゃあ俺そろそろ弾かれてるかも。今月はね、矢浦をサブスクしてるんで。あ、でも弾かれてないね。ティア1サブスクだから、自動で更新されてんのかな？後で確認しとこ。怖っ。うん、まあ、あの財布軽くなっても武田さんに払ってるなら別にいいんですけど、よくわかんない VTuber とかマッチングアプリとかよりよっぽどマシ。あ、いやでもサブスク解除してるな。じゃあ大丈夫か。金ないの？ちょっと、この、なんだろう。金がないタイミングがある。1ヶ月の中で。いつとは言わんけど。チューブである大会はですね、オカスマと被ってるんでちょっといけないっすね。ウルトコアでしょ。もともと行くやつだったんだけど。お、DA、DA、DA。あ、4回。OP が、OP が、DA の OP えぐいことになってるって。おー、差し返し。なんかあったんすか？いや、普通に給料日の間はない、金が。プレカ引き落としから給料日までの、あの、暗黒時代って呼んでる。社会人あるあるすぎる。社会人っていうかもう全員だよね。ジャンプない。あら、あれなんか一人アイスクライマーのはずだが、なぜこんなことに。朝日さんコンです、どうも。マイスマ頑張ります。原瀬さん俺にアイクラ出すかな。
おごるから優勝したら日高やん。ああ、多分まず東京に行くまでがね、厳しいと思いますけど。東京っていうか関東か。暗黒時代どう生き抜いてるんですか？まあ僕は実家なんで、なるだけ家から出ず。なんか、ペイパルとかに金があったら下ろしたりして生きてます。何の可能性これ鳥？うわー危ねあ、おお、そこには地面があった。あ、ほら、あー届かない。ワンチャン J さんならありますか？あ、これ死んだね。あ、生きてる。ペルソナー。あ、誰かがサブスクギフトを渡している。どうなんでしょうね。まあ、サブスク切れてから、多分すぐ切れるんじゃなくて、まあ、1週間か、1ヶ月ぐらいは入れるとか、そういう感じじゃないかな。ビッグ D と戦ったことないっすね。てか、ビッグ D 会ったこともない。同じ会場にいたことあるんですけど。どうしようかな。戦場ポケスタ。まあ、戦場か？昨日ガクさんリスナーが、確かに。ガクトさんリスナーは結構サブスクギフトくれる印象がある。俺結構ガクトさんの配信見るんで、見るというか垂れ流してるから、わかる。アルセーヌの復帰弱いっていうの好きじゃない派なんですが、分かっていただけますか？っていうか、俺そういうタイプの復帰弱いはあんまり、要はあれでしょ、アルセーヌ、村人、キンクル、ダックハントとかそのあたりでしょ。距離があるからな。距離があるってそれだけで強い。一部復帰阻止には弱いかもしれんけど、波でしょ。トーナメントどこまで来てるんですか？今決勝戦です。いや、〇〇より強いかってなりがち。まあ、相対的に見るか、主観として見るか、の違いっすよね。下には下がね。弱くはないよ、別にアルセーヌの復帰。まあ別に、竜が復帰阻止できないかってのもあるけど。じゃあ頑張るか。三席頑張りましょう。ダックハントの上りもキャンセルできるの結構強いと思うんだけど、便利じゃないか、あれ。フォックス？まあ、言いたいことはわかるけど。死んでるけど。よく見たら終点じゃん。
すいません。敵に取れまへん。まあとりあえず終点を潰していく。終点拒否でお願いします。安直すぎたか。おーい、その先行にいるか、やばい。消えるね。よしよし、まあ終点は使えなくなったけど、終点じゃないや、戦場だわ。まあこれで五分五分といったところか。俺には第二の戦場があるんで全然問題なし。第2の終点来た。まずいですね、これ。
いやーマジ。ああ、出来点が悪い。マジで。ああ、昇竜拳。あ、ラッキーパンチ。いやー今の受け身読んだ方が良かったかも。なんか出てる。分かれないよ。漏れとるし。いやどうしよう。いやーむずいなー。何をやっとんじゃい。脳がバグり申した。復帰大丈夫か、足の酸素は。
あ、なんか立ち回りしてる。セービングの方が良かったかな、今の。欲張りさんですね。相方、別件できなすぎじゃね？鎖骨割り久しぶりに使ったかも。第3の戦場いきますか。ちなみに第3の戦場はどうしようかな。これポケスター合唱戦場なんだけど、普通にポケスターじゃねえか、これ。音が攻撃できてるよ。危ねー。いくー。レバーガチャ押す。いやあ、はい、動き出しが。どうしようこれ。なるでー。
いや、相方死んでる？死んでない。なんかごちゃったけど、その間合いじゃ拳半分届かない。まあいいか。冷静すぎる。いや実際俺の今の心臓バックバクです。おやすみなさい。危なかった。何使おうかな。いつ使うか。疲れた。久々にオンライン大会優勝した。てか今日あんのこれ、プレゼンお、ありますね。これ買ったなきゃ迷ってんがいしょ。そうかも。3, 2, 1, GO!
え、あっぶね。あー、ちょっと待って、負ける。俺の脳内最強キャラクターのゲッチが、リセット、グランドファイナルリセット。あ、というわけで、マリスマ優勝ということで、最後のは、まあ、余興ですよ。お楽しみいただけたかなって、JP も言ってます。スト6しようと思ったけども、まあ、結構、配信したから、まあ、今日はいいか。というわけで、まあ、今日は2時間半、お疲れ様でしたということで、配信終わろうと思います。そうですね。ちょっと待って、視聴者が減る前に冷凍しなければ。ティーバックマンでいいか。
そう、誕生日だしね。お誕生日おめでとう。じゃあ、お疲れ様でした。また次回。あれか、焼きオタか。徹底上女じゃなくて、違う。やべえ、足もレーダーありがとう。やばい、足も視聴者が困惑しちゃうよ。毎回こんなことしてると思われる。本足も。全然来たのだ。ズンダも女の子ハバスだけどね。女が好きなの。へこへこズンダもやめろ。へこへこズンダも来た。俺も素晴らしいプレイ見てないの。めっちゃラグやとこの人も。青貝めちゃめちゃラグ。ありがとうなのだ。おっさん、おっさんとは限ってないだろ。へこへこ足が来た。ベクヘンがダメなのだ。シャリ。回線もダメだがベクヘンもダメなのだ。